ましたよ。三重県は伊賀市すげえ駅ね。いやーいいな。ちょうど東の警戒駅になっておってね、こんな感じで亀山方面に行く関西線と鴨駅に行ってやるとね。で今ちょうど、側面の方から入ってきてました。今度草津金箔でね、これ柘植止まりの、東駅止まりの電車がそのまま折り返して草津に行くという草津線のね、電車がやってきました。こっちは電車ねやってきますよということでね、なっておりますよということですね。ちなみにあれですね、現金で支払いの場合は車内で精算なんですね。そっか、この駅って無人駅だったんだなと今更ながら、知りましたけど、降りるのは初めてですね。で今こんな忍びトレインになってるんですね。まあ、ね、忍びって言ってるのは多分あれですよね、この辺りは伊賀ですから、伊賀忍者ですし、この先行くとね、高架ですからね、そうするとあっちはあっちで、忍者は忍者なんですけど、高架忍者とね、伊賀忍者はね、相反する存在でございますからね、あそこはもう忍びと言っておけばね、間違いはない。多分厳密に言ったら忍びの多分装飾とか服装とかにも違いがあるのかもしれませんけどね、ちょっと私もそこまで辺まではね知りませんからね、こっちが、どっちを意識してるのかねちょっと分かりませんけど、ということでね、まあ、降りてきましたけどね、まあ、こっからどうしようかな、本当何も考えずに来ましたからね。でそうそうそう、降りれるのはねもう車内で生産済ませてるんで、このままあこっから出れるか、出れますよと。でここがダメ、特にチャージもできないんだな、はあ、ははあ、で、関西線のやつが乗ってますけど、そう本当だったらどうしようかな、油引きとかねあっちの方に行ってみてもね、面白いかなと思ったんですけど、まあ残念ながらね、あこれね県境交流道の自粛にご協力をお願いしますってねなってますんでね、やっぱ出れねえやということでね、またこの、三重県芝居ということで油引きになるとこの辺りに県境があってね、油引は、高架市になりますんで、あれここはねちょっと越えれないよということで、柘植駅で何かネタを探そうということなんですけどね、まあね最初考えたのは柘植から兜までね駅間散歩でもやってみようかななんてことも考えてみたんですけどね、いやこれねちょっとねハードすぎるというかね、とてもね歩けるところじゃないよと、いうことですね。ねどうしような、まあ、柘植駅自体が降りるのは初めてですかね。そうなんだ、県内で最初にできた駅、明治21年関西地区の株式会社が設立され、四日市草津間の鉄路施設工事を開始。まず草津柘植間に、レールを敷き、人里離れた黒車まで、停車場への道を作り、で、柘植駅を設けたと。それが今のこの柘植駅なんですね。開業は明治23年 2月で、東柘植の支店所と呼ばれ、三重県では唯一、最初の鉄道駅として駅前橋を形成し、伊賀中の貨客を一点に担う要衝の役割を果たしましたよと。あ、そうなんですね。へえ、ここが最初だったんだ。四日市駅とかよりももっともっと、先にこっちができてたんですね。へえ。じゃあこれ鉄道関係にうってつけじゃないですかね。いやそんなすっげえ歴史がある駅だったの知らなかった。駅前はこんな感じと、いうことですね。駅前パーキングもあって330円ね、オープンキャンペーン最近できたんですね。まあ24時間330円だったらね普通に安いですからね、多分通常だったら400円ぐらいになってくるのかな。で、駐車場もありますよ。こっちは、1日400円のね、パーキングもございます。これはまた競争が始まりそうですね。で、伊賀市営の駐車場。市営の駐車場は市営の駐車場であるんだ。あ、でも市営の駐車場安いな。1日300円。まあ、せっかくだからちょっといろいろと歩いてみましょうか。駅前ね、こんな感じで、会社の寮とかがあったりする、ぐらいで、あとは、まあまあ、穏やかな感じでございますけどね。そっか、チャージできねえのは痛かったな。240円どっかで用意しとかなあかんな。まあ、こんな感じで、
公選事業に関わるような詰め所みたいなのがあったりするんですね。事務所とかね。で、通行禁止ですよって。ほんとは、校内踏切とかもですね、示唆確認。まあ、こうやって見てみると確かに相当歴史を感じますよね。多分このね、駅の跨線橋なんかはね、だいぶ昔からあるんでしょうし。で、つっから亀山とかあっちの方につながるまではここがターミナルになってたわけですよ。あ、じゃあそう考えたらこれターミナルじゃないですか。隠れターミナルありますね。いやいや、知らなかった。完全に知らなかったけど。いいですね。こういう穏やかなね、模様をお届けするのもね、うちのチャンネルならではじゃないですか。なかなかないですよ。杉駅を特集するとかね。そうそう。本当なら、じゃあ、かぶと越えって、いわゆる、かぶと駅から杉の間かね、まあ、側面の動画撮っときましたんで、どうかな。あ、そっち、郵便の駐車場あるんだ。それなのここが、ここが月決め、月決め？あ、じゃあ、これが市営の駐車場なんだ。一回300円でね、利用できるってなってるんで、関駅と同じような感じですね。こっちは何があるんだ？あ、これ JR 西日本の、こんなところに、西日本の営業所なのかな？詰め所かな？JR 西日本ってなってますからね。で、こっちは月決めの駐車場がありますよ、といった感じですけど。これもなんかの建物だったんですよね。ゆるいですね。いいですね。この、ね、ホームの雰囲気の感じもいいですよね。よいしょ。どうしようかな。ちなみにね、杉駅から兜まで歩こうと思うと2時間はかかるらしいし、あのね、道中ちょっと見てみたんですけどね、ちょっと人が歩くにはちょっと過酷すぎるだろうっていう道だったんですよね。嫌だな、これ正直行くのはあんまり嫌なんだけどな。もう4時ですしね。これはね、ちょっと、車に来た方がよかったな、っていうところですけどね。まあまあまあ、せっかくですから、どっち、反対側だったら楽そうかな。楽そうって、本当だったら兜越をね、歩いていくっていうのもね、手かもしれませんけど、多分ね、これ、この地図の感じだと、反対側行った方が良さそうなんだよな。新道駅。次から新道だったら1時間10分で行けるみたいなんですよ。で、これだったら街の中歩いていきますし、これだったらいけるでしょ。よし。あ、こっちの方がいい。こっちの方がね、楽そうですからね。あと、道中、店とかもいろいろありそうですから、これで行きましょう、これで行きましょう。よし。じゃあ、新道駅までのね、駅間散歩の予定で行ってみましょうかね。よいしょ。もうね、もうこの前、真っ逆とね、東青山でね、散々獣道とかね、危ないところ行きましたからね。で、今回の場合はね、いわゆる、25号線、走ったことある方もいると思います。国道25号線の、旧道の方ですね、名阪国道じゃなくて、旧道の方の国道25号線。あそこの周りをずっと歩いて行ってねってことなんですけど、とてもじゃないけど、交通量はね、まあまあ、ある上に、トラックバンバン来るところなんですよ。近くに結構土木関係のね、工場とかそういったのがあったりするんで、プラントとかがあるんで、トラックバンバン来る上に、道は細いわ、歩道なんてありゃしねえっていうことで、とてもじゃないけど、無理よと。ちょっと歩くには危ないよと。もう分かってますからね。そんなところ行くわけないんだけど、にゃんこいる。でかっ。にゃんこでかっ。
何食ったの、何食ったの。おとなしい野田かな、野田っぽい感じもするけど誰かに買われてるような感じもするし、まあ駅前のニャンコっていうのはそういうパターンありますけどね。何かをクンカクンカしながら、まあ雨上がりの匂いをクンカクンカしてますけどね、まあ、人には慣れてますよね。この距離でも全然動じることなく、そして日本語ですね、うん、こんなんオンエアするつもりかと、何もおもろないやろとね、言われそうですけどね、個人的にやっかただ単にね、見たいんでいいね。あ、向こうにもニャンコール。あっちにもニャンコール。あら。はい、どこでやった？あ、おっとっとっとニャンコール。なんかニャンコいっぱいいるんですね。それにしたってまあまあでかいな。ずっとクンカクンカしてるな。よっぽど匂いがいいんでしょうね。さてと、ちなみにどっから降りてったらいいんだろうな。あと電池が少ないから一回電池を交換してから駅前散歩と勤しみましょうかね。途中どっかでちょっとチャージするなり料金分了解しときたいからな。どっか売店にも寄って、行きましょう。から降りてた方がいいんかな。つげタクシー、予約歓迎、駅前はタクシーの詰め所もあって、予約しておけば確実にこっから乗れるみたいですから便利ですね。で、日賀町、行政サービスがやってますけど、これは本数はえらい少ない。どこからどう？読みにくいなこれ。つげ駅前、あ、これか、つげ駅前。それぞれの方面に1日1、2本とか、あ、そんな感じなのか。保健福祉センターって言われてもどこかピンときませんもんね。完全に地元の人向けのあれですけどね。これ何？手に取らは剣ナビだぞ厚き秋の島、ゴーシクにもなってないけどなんじゃと思ったら、おっとこれ場所さんですか。おっと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 、あぶねあぶね、いやそこそこあぶねあぶね、全然ゴーシクでもないしなんなんやと思うね、言ってしまいそうになりましたけど、手に取らは剣ナビだぞ厚き厚き秋の島と、これは場所さんの、桜市ですよ、さすがですね。で、気候は秋の霜で秋らしいです。まあそうですね、秋の霜って言ってるもんな。この句の前書に、長時の初めふるさとに帰りて、北道の喧騒も、霜枯れ果て、今は後谷なし、何事も昔に変わりて、腹からの瓶白く眉しわよりて、ただ命ありてとのみ言って、言葉はなきにとあると、長時は、陰暦の旧月ね、長時ですね、北道は母の、居室でいいのかな、喧騒忘れ草は、その庭に植えられたものと。なるほど、忘れな草のこと喧騒って呼んだんですね昔は。忘れな草はあれですもんね、海外から入ってきた言葉ですからね、フォーゲットミーノットですからね。で、その庭に植えられたものと。下枯れ果ては、場所の母はすでに、天那3年、1683年、
1683年、ね、に、死去したことを指すと。なるほど。あれはなんか、お母様が亡くなられた翌年の話でしたね。腹からは兄弟ね。で、杭は、母の遺髪を手に取ると、我が熱い、涙の雫でそれを秋の霜のように消え去るだろうと。教習所見た、杭が、なんとこんなところにあったんですね。いろいろありますね。で、見ていくとこんな感じですね。霊山とかもありますけど、当然、めちゃくちゃ遠いところですからね、ここからとてもじゃなきゃいけるところじゃねえよと、いうことで、こっから今、ずれたら図の上からずっと来たんやから、まあでもいろいろと中通ってたらありそうですね。自然歩道の方行くとちょっと大変そうやから、もう夕方ですからね、40分、1時間、1時間40分、2時間、山頂まで行ったら、4時間コースになるから、これは無理やな、日暮れてから歩くようなとこじゃねえと、なるほどね。まあ、とりあえず、これはちょっと次の方、カブトの方行くのやめとこう、危ねえ。じゃあ、まあ適当に歩いてね、まあ多少で、村歩きしたって、新道だったら問題ない。ほら、このね、観光案内所もね、新道の方に行きなさいと言わんばかりじゃないですか。で、ほら、新道の方だったら簡単に行けそうだし、ここが一番多分関西本線で一番行きやすいんじゃねえのっていうぐらいね、行きやすそうなんで、こっちに立ちましょう。何でももうお手軽企画ですからね。まあ、それにしたって本当にいい空き家。次へ行く。日本最初の空き家かね。じゃあ次へ行くよ、出発して。ここからね、歩いていこうと思いますけど、あ、なんか、通信設備、ありますね。あと、どこに湧いてるのかわかりませんけど、安全の泉、ね、天王寺鉄道局からね、天王寺からですよ、こんなところにね、来てるのをね、ありがたく見守りながら、とりあえず一回電池交換で切って、ここから新しい買いにしてみようと思いますよ。よいしょ。